国に行っている、明日をグローバルにということで海外に挑む、まあ、〇〇さんということで、今回ボーダレスハウスの、スタッフっていうそのトークセッションっていうのを、1時間半、始めたいなと思います。今日もよろしくお願いします。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 なんかすげえ高と遅れてきた。はい、では早速なんですが、私の方で画面共有をさせていただいて、いきたいと思います。はい、今日は、ボーダレスハウスの山本さん、ソウルの今韓国から、横田さんで、今ピープルポートっていうボーダレスグループの代表をしている、台湾の立ち上げ統括をやっていた青山さんに来てもらっております。まあ、時間の配分というのはこんな感じで、オープニング と、ゲストの紹介とトークセッションでクロージングってなってます。でフィードバックタイムというのは、いつもやっているんですけども、まあ、終わってみて、今日はどうだったっていう感想をシェアしてもらえると、すごく僕ら運営側にとってもすごくいいフィードバックというか、今後の励みになったり、登壇者の、まあ、登壇者というかゲストスピーカーにとってもどういう伝わり方したのかなっていうのを感じられる時間なので、少し残って少しそういうフィードバックタイムやっていいよっていう方がいたら残ってもらえたらいいかなと思ってます。だいたい9時ぐらいまでやりたいなと思います。じゃあチェックインということでですね、よし、今日共有と、皆さんどういう方が集まっているのかっていうところと、どういうことを知りたくてここにいるのかっていうのを、まあ、共有できたらいいかなと思ってまして、ちょっと、ですね、ズームのですね、携帯の方は難しいかわからない、またもできると思うんですけど、ですね、今、投票、ぴょんと、3つの質問を今画面に出させていただきました。今日は皆さん、オンラインなんですけど、どこから参加しているのかなっていうのをお答えいただきたいなというところと、あとはですね、どんな話聞きたいですかっていうので、ボーダレスハウスの事業の話、海外駐在に、なんで海外に行ったのか、経験のやりがい、ありえなかったストーリーとか、海外出た価値観とか、ものまねですね。まあ、あと最後に、まあ、今日参加した理由ということで、どういうことに皆さんが思いを持って今日この場にいるのかっていうところを、なんとなく空気感も含めて知っておきたいなと思っているので、ちょっと皆さん、投票お願いします。5、あ、違う、皆さんの続々とやっています。はい、じゃあ、30人ぐらいで投票終了します。投票終了、結果の共有、はい、見れてますかね。関東の方が4割ぐらいで、海外の方がお一人で、まあ、あとはそして近畿とか九州が多いですね。で、今日はどんな話聞きたいですかっていうのは、これはゲストスピーカーの方参考にしておいてください。そうですね、異文化の中で働く苦労ややりがいとかっていうのが多かったですね。はい、皆さんの学生時代については大して興味がないという感じの回答でございます今を教えろっていう感じですね。はい、今日の参加理由としては、あいた、この企画目標の恒例、スタッフ以外で誰か投票してくれてたら嬉しいな。はい、お知り合い10人ぐらいいらっしゃいますね。はい、あとボーダレスハウスとかこんな感じの方々の今日は集いということで、SSP かのこと参考にしてもらえたらなと思います。じゃあもう一回、画面共有します。よいしょ、はい、いつもですね、僕パーソナリティみたいな形で、やるんですけども、今日の来ている3人というのは、まあ、ボーダレスって上司部下っていう関係ないんですけど、思いっきり身内なんで、なんか僕がみんなにこう、あの時どうやったって質問するのもちょっと微妙かなと思ったので、今日のパーソナリティはいつも皆さんと
このメールとかやり取りさせてもらっているこの企画の、運営の上城の方に、パーソナリティを譲りたいなと思っていて、最初のオープニングとクロージングだけ僕やりたいなと思っています。初めての方もいらっしゃるので、ボーダレスの代表をしているリーです。経歴はここに書いている通りで、もともと大学、近畿大学を卒業して、東京で機械系の商社で、いろいろ事業とかビジネスを学んで、まだスタートアップだった頃のボーダレスジャパンに入って、ボーダレスハウスという事業を、引き継いで今、子会社の代表をやっているという感じで、東京、関西、ソウル、台北で、今事業をやっていますというところです。よいしょ。で、ボーダレスハウス、今日はボーダレスハウスのスタッフの話なので、先にボーダレスハウスってどういう事業なのっていうのを、僕の方から最初説明させていただいて、トークセッションにパスしたいなというふうに思ってます。まず、ボーダレスハウスについてっていうところでいくと、僕たちはこういう多文化共生社会を作りたいっていうビジョンを持って事業をしています。じゃあそもそもなんでこんなトークセッションやってるのっていう方も、なんか、まさに恒例っていう形で毎週聞いてる方はもういいよって感じなんですけど、始めたのはコロナがきっかけでした。で、コロナによって、国の分断そうなんですけど、そういうことが起きてくると、もっと本来必要になってくるのが、こういう国を越えたつながりっていうことで、海外に行って海外で活躍する人、日本と海外の架け橋になりたいと思う若い人たちっていう人たちが、これからもっと世の中に必要になってくるというふうに思っているんですが、逆にこの時期って、そういう人たちが海外に行けなかったり帰ってきちゃったりしている部分があるので、そういう思いを持っている人、いつかそういう海外に出たいなって思っている人たち、に何か応援したいなということで、じゃあ実際にそういう海外で働いたりとか留学行ってた人とか海外ルーツのある人の話を聞いて、なんかその思いっていうものを絶やさずにモチベーションを上げていってほしい、くれるようなきっかけ作れたらいいなっていうのが、企画の発端です。なので、ゲストのバックグラウンドとか苦労話とかいろんな話を聞いていただいて、何か気づきとか、あるいは明日からなんかやっぱり海外行きたいなと思ってたけど、こういう悩みもあるけどこうやってみようとか、何かそういう、 こう崇高な知識とかそういうものをインプットする場では全然ないので、何か自分に照らし合わせて考えてもらって、少しでも皆さんに変化が起きたら嬉しいなと、企画部門としては考えています。はい、じゃあちょっとだけ続きますが、冒頭でお話ししたように、意外とこれオンラインでやる人って緊張するもので、ぜひ皆さん画面オンにしてくれたらすごく嬉しいですっていうの と、一応 YouTube で、後でも見れるようにレコーディングしているんですが、基本的には話す人、しか映像が映らないので、皆さん顔をオンしてもそれは YouTube に流れることはないのでご安心くださいというところです。じゃあ、最後僕の方からはボーダレスハウスの説明をさせてもらいます。ここにいる方は、ホームページとか見ていただいた方や、住んでいらっしゃる方、元ニュークスさんも含めて結構いらっしゃるんですけど、ボーダレスハウスというのは、日本にいながら留学生活というので、外国人と一緒に暮らす国際交流のシェアハウスをやっています。で、これ新聞記事に載せているんですけど、始まりは2008年に外国人の人が日本で家借りようと思っても、オーナーさんが嫌だっていうケースがあってですね、それはいつ買えるかわからないとか、外国人うるさいとか、本当に家賃払うのとかっていう本当にイメージで受けていて、僕在日コリアンなんですけど、僕も家借りれなかった時あってですね、そういうところに対してそれは許せないと思って、会社として家を借りて、で僕たちが家主さんには家賃保証するので外国人の方に住んでもらおうよっていうのがアイデアの始まりでした。で、そういう人たちがもう一つ深いニーズとしては、せっかく日本に住んでるのに、日本に留学に来てるのに、日本人の方との交流って実はあんまりなくて、留学期間3ヶ月半年1年っていうのも意外と日本人の方と本当に分かり合えないまま帰国していくっていうところがあって、じゃあ日本人の方とも一緒に住んでもらおうっていうので、初めてこのシェアハウスっていう形が13年前に始めたというのがまずは経緯になります。よいしょ。で、僕たちが事業をやっていて、これって何のためにやっているんだろうと思った時に、一つは海外の方の安心できる住居っていうことなんですけど、もう一つやっていて思ったのが、本当に国を越えた人としての相互理解を育む場になっているなというところがあって、やっぱり今もなお、なくならないこの差別行為、今だってアメリカでも問題になってますけど、あるいは偏見意識みたいなものがあって、それって何で起きるんだろうっていうのを自分たちで考えた時に、僕たちの一つの、答えというか、
一つの原因としては単純に知らないから、知らないし関心がないので、なので、メディアや人の話を聞いて、あ、そういうもんなんだ、この国の人ってこうなんだ、ああなんだっていうものを鵜呑みにしてしまうと、まあ、これは仕方がないかなと思うんですね。じゃあそのためにどうするかっていう時に、僕たちが事業をやっていて思ったその一番大切なソリューションってやっぱりリアルな人との関わりかなと思ってます。例えば今日本と韓国の関係が悪いって言った時に、本当に日本で、韓国に対して何か有事とかですね、本当に、まあ、極論戦争だとかっていう話をした時に、それの抑止力になって永田町でそれはやめようっていうふうにカウンターしてくれる人って、もちろん正義感強い人でもあるんですけど、やっぱり韓国人の友人がいる人だと思うんですね。ただ国は言ってる、政府は言ってるけど、僕が知ってるパクさんやキムさんは違うよっていう、これが言えるかってすごく大切かなと思っていて、そういうリアルな知り合いがいるっていうものをどんどん作っていくっていうのは、この平和な社会を作る上では、もちろんそれで全てが解決するわけじゃないんだけど、必要なソリューションだなというふうに信じてやっています。なのでこの関わりっていうものを作るために、超多国籍なコミュニティのシェアハウスをやろうということで、異文化交流シェアハウスというものをやってます。で、せっかく社会を変えようって言ってるんだから、一つ二ついいコミュニティのシェアハウスを作って満足するのではなくて、やっぱりビジネスとして持続可能なモデルを作りながらも、とにかく規模っていうものをしっかり追求して、儲けたいからっていうところよりも、たくさんの人がこのシェアハウスを体験して、異文化交流を体験して、一つ屋根の下で、まあ、喧嘩もしながら相互の、まあ、深い理解をし合って卒業していくっていう場を作っていこうということです。まあ、この卒業生たちっていうのは、おそらく自分の子供には国を越えて人と関わることの大切さって当たり前のように伝えていくことだと思っていますし、そういうのがどん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 これから未来につながっていけばなと思ってやっています。なので、最後の、そうですね、よいしょ、こういうふうに、異文化への差別偏見、閉鎖的な社会を変えるっていう目的のために、相互理解を育む体験を提供したいと思っていて、で、そういう若者たちを世界中に輩出できれば、人種や国籍なくお互いを認め合える多文化共生社会につながるんじゃないかと思って事業をやっています。で、先ほど言ったように規模っていうところでいくと、韓国とか台湾でも同じように海外の方が家を借りづらいっていう環境があったというところと、同じようにこう東アジア同士で、理解していくって大事だよね、もちろんいろんな国の方がいるんですけどっていうので、韓国台湾っていうのも事業スタートし、今これは去年の2019年までで1万2000人の方がボドレスハウスに住んでくれています。で、教員のメンバーというのはまさにここをこう拡大するときにですね、貢献してくれたメンバーたちのリアルな話かなと思っています。はい、なので事業はこういうことで、じゃあ現場ではどういうことが起きてて、まあ、それは理想論だけど実際どうなんっていう話とかを、聞けたらなというふうに思っています。普段ですね、なんかこう気軽に質問してくださいねっていう感じで言ってるんですけど、今日は本当にいつも以上に本当に身内なのでまあ僕は身内なので僕はめちゃくちゃリラックスしてるんですけど、皆さんも多分この3人は自分の給料以外は多分ほとんど答えてくれると思うので、給料も答えるかな、分かんないですけど、質問どんどん、投げかけてくれたらいいんじゃないかなと思ってます。で、先ほど申し上げたみたいにちょっと僕がちょっと喋りすぎましたね、聞くのもあれなのでということで、パーソナリティをちょっと今日は譲りたいなと思います。じゃあ上白さんお願いします。ありがとうございます。ではここからは私が、パーソナリティを務めさせていただきます。よいしょ。まず簡単に自己紹介をさせてください。上白優也と申します。皆さんの前ではいつもメールのやり取りとかイベントを作ったりとかっていうことをしている、ボダレスハウスの日本の東京メンバーで、事業開発、マーケティングなどを行っています。で、1994年に関西で生まれてですね、私自身が、お父さんお母さんがベトナム人
で、海外ルーツを持つ子どもとしてすごく国際協力とか、国際交流とかにすごく興味があって、2018年にボーダレスハウスに参加させていただきました。で、入社した時に台湾韓国に支社があるっていうことで、いつかは自分の両親に会社がベトナムにはあるんだよっていうことを言いたいなっていうふうに思っていて、いつかはベトナムで事業立ち上げをしたいなっていうふうに思ってるので、今回は事業立ち上げをして今海外で頑張ってる先輩方にアドバイスをもらえればなっていうふうに思って、パーソナリティを務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、では私の自己紹介は簡単にこれぐらいにして、一人一人今日ゲストで呼んでいる先輩方がどんな経歴でボーダレスハウスに参加して卒業されたっていうのをぜひお聞きしたいと思うので、今からお一人ずつ、自己紹介をしていただきます。まず最初にですね、台湾を立ち上げた、ボーダレスハウス台湾ですねを立ち上げた、青山さんからよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今紹介いただきました、青山と申します。よろしくお願いします。まず簡単、多分いろいろ後で質問を受けるかと思うので、簡単に自己紹介をさせていただきます。僕だけ多分今日の登壇者の中で異色で、もともとボーダレスハウスに所属をしたんですけど、していたんですけど、今、ボーダレスグループっていう、枠組みの中で、違う会社を立ち上げているので、経歴としては、元ボーダレスハウスとで現、ピープルポートっていうところの代表をやってますという形です。で、もともとちっちゃい頃からおじいちゃんおばあちゃんの話で戦争の話とかを聞いてて、なんかそういうところからバクッと戦争とか、なんか人を殺したの嫌だなーってのを思っていて、単純に学生の時は国際交流、いや国際協力だみたいなことを、考えている学生でした。で、大学の時に、カンボジアに行って、昔内戦やってたところで、まだ地雷がいっぱい埋まってるようなところがあるんですけど、そこ行って、現地の人に実際内戦で働いた戦った人たちとかにインタビューしてドキュメンタリー映画を作るとか、海外の問題に対する啓発活動みたいな、かっこよく言うとそういう活動を大学生の時にしていて、で、その後自分の人生どうするかなって考えた時に、こういった何か、特に紛争とかそういったことで、困っている人たちの助けになりたいと、それを自分の、仕事にしたいと思ってボーダレスジャパンに入社をしたという形ですね。で、最初ボーダレスハウス、当時ごめんなさい、ちょっと事業部っていう形だったんでボーダレスハウスに入って、もう基本的な業務は全部やったっていう形なので、もう全部担当っていう形ですね。で、東京で1年半、働いた後、2014年の、秋頃ボーダレスハウス台湾を立ち上げるために台湾に初めて行きまして、で、なんとか2年間で黒字化することができ、帰国と。なんかここ詳細気になることあれば後で突っ込んでください。はい。で、2017年に、今のピープルポートっていう会社を立ち上げて、今3期目っていう形です。はい、次お願いします。次お願いします。はい、ありがとうございます。簡単にボーダレスハウス、台湾の時どんな状況だったかっていう、ことは後で質問いただけるように、種だけ撒いていこうかなって形で、枠組み、考え方の枠組みとしては、大丈夫ですか？見えない見えない。どうかな？はい。既存事業の海外展開っていう形なんですけど、当時24歳で行ってます。で、台湾代表として行くって感じなのに、中国語ゼロ。本当にニーハオしか言えないみたいな形で、で、英語力も僕長期留学とかしたことなかったんで、読み書きはなんとかできるんですけど、会話英会話初級者レベルみたいな形で、で、留学となかったんで海外長期生活初めてみたいな形で、でもちろんビジネスマンとしてもマネジメント経験なしなのに、現地の代表として行くみたいな。で、最初は家もなかったと。ゲストハウスに最初1ヶ月ぐらい泊まって、まずは自分の住む家を探す見つけるためにボーダレスハウスの物件借りるみたいな感じで、行ってました。
ここで伝えたいのは、この人間でも、ボーダレスハウス台湾なんとか立ち上げられましたっていうことなので、もちろんいろいろあったんですけど、なんかそこで、気になることあればいろいろ聞いていただければと思います。では次お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ簡単に今何をしているかっていうと、ちょっと今日の本論からはずれちゃうんですけど、簡単に紹介させてください。ピープルポート株式会社っていう会社はですね、日本に避難をしてきている難民申請者という人たちに働くっていうことと安心を提供するために立ち上げた会社です。で、事業内容としては、パソコンとか電子機器 の再生というかリユース事業をしています。で、実際日本でもご存知の方いらっしゃるかもしれないんですが、ここ数年、平均すると1万人を超えるような人数の人たちが日本に避難をしてきています。アフリカ、中東が多いんです。あとアジアもですね、ですがそのぐらいの人数の人が来ています。で、みんな大体の人が準備万端で日本に来ているわけではないので、例えば留学みたいに、じゃあ半年間日本行くから半年間日本語勉強してよし覚えたら行くぜみたいな感じじゃないんで、基本的にみんな喋れ、日本語が喋れないですよ。で、そうなるとなかなか仕事見つけにくいし、騙されちゃったりってこともある。で、まずそういう人でも、アルファベット、英語とかフランス語喋れる人が多いので、そういった英語含めアルファベットを使えることが生きる仕事にしなきゃいけないよねっていうのと、あとは、ここ結構ミソなんですけど、難民の人たちの話って、やっぱ受け入れる受け入れないって話がどうしても出てきますと。でも、そんなこと言ってないで、一人一人、もちろん、言い方悪いかもしれないですけど、なんだろうな。嫌な人もいるかもしれないですけど、でも本当に頑張ってる人たちもいっぱいいるし、でもそういう人たち個人個人にちゃんと目を向けてほしいっていう思いがあって、ここは本当ボーダレスハウスと似てる、多文化共生っていうところは本当に似てると思うんですけど、だからそう見てもらうためには、やっぱり日本で事業をして日本の社会に貢献しなきゃいけないよねっていう意味で、日本今ゴミ問題やばいんですよね。埋め立て場がどんどんなくなってて、プラスチックガンガン燃やしてるみたいな状況もあるんで、じゃあそこのゴミ問題に貢献しよう、この2つの理由でパソコンのリユースってことをやってます。はい。で、今メンバー8人ぐらいいて、日本語話者5人、外国話者3人みたいな形で、ちょっと入れ替わりはありつつも、右下の方に、メンバーの写真が写ってるんですが、ちょっと、難民実際申請中の方は顔出しができないので、ごめんなさい、星マークで隠させてもらってます。でもこういったメンバーがいて、アフリカ、中東、アジア、これは日本だけじゃなくて中国とかバックグラウンド持ってる、あとはもうヨーロッパにずっと住んでたみたいな、結構インターナショナルなメンバーで、チーム作って仕事をしてるっていうような状況です。今日は本当にリーさんの方から何でも喋れと言われてるんで、何でも答えるつもりでいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて、そんな青山さんから、台湾を引き継いだ、高津さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。緊張してます。はい、そしたらですね、ボーダレスハウス、今関西の方で支店長をやらさせていただいている、山本隆人と申します。よろしくお願いします。そしたらちょっと簡単な経歴の方からなんですけども、まず、大学は立教大学の方を、浪人で一浪して入ってます。でその後休学をして、イギリスの方のセックス大学っていうところに、国際関係学っていうところですねに、半年英語勉強して、半年ちょっと校長する、長校ですね、ごめんなさい、長校するみたいな、プランでしたね。それで1年間留学してました。でその後、ボーダレスハウスに入居者として入って、で、スタッフに、応募して、でそのままボーダレスハウス東京の方で1年間ハウスマネージャーとして働きました。でその後青山さんにが、帰国するということでボーダレスハウス台湾を引き継いで、で1年半台湾にいて、その後今関西に2018年から、今関西の代表としてやらさせていただいてます。で補足っていうところなんですけど、大学東京なんですけど、生まれは大阪の美濃っていうところです。で今京都に住んでます。で
性格は臆病、人見知りって書いてあるんですけど、あのやっぱボーダレスハウスってその海外の人たちと小さい頃からあの、まあ、関わってたとか身近にあったんですよねとかっていう話をされあの言われるんですけど、いやそんなことも全然なくて、あの、まあ、まず僕自分の、まあ、初対面の人と話すのもすごく緊張しますし、あの人前で話すのもすごい苦手で、今もすごい心臓バクバクなんですけど、あのそういうのもあってちょっと一時期なんか小学校とか行くの嫌やなと か行かなかった時期とかもちょっとあって、なんかそういうあのやっぱ臆病とか人見知りっていうのは、まあ、今もちょっとあんま変わってないところもあります。はい。で大学時代まではやっぱ海外との方との接点とかもほぼなくて、高校の時とかですね、でむしろ、ちょっと怖いみたいなありますね。なんで、大学入学まではちょうどドメスティックな環境でずっと育ってました。で、まあ、ただでもあの一方でそのいろんなあのステージでいろんな人と出会って、でそこで出会う人に恵まれて、あの新しい場所とか価値を知るっていうことがすごく楽しくなっていったというところですね。はい。で次のやつ、次のページお願いします。で、ちょっと学生時代、大学の後の話ですね。ちょっと学生時代のところだけあのざっくりと、4枚にまとめさせていただきました。で、左上のやつが本当好奇心だけで英語も全く分からず、初めて自分で手配した海外旅行なんですけど、これインドの写真です。で、1週間だけだったんですけど、あの街中で人に囲まれるわ、スリに会うわ、もうカルチャーショックで1日も早く帰りたかって、その時はもうあんまり海外行きたないなと思ったんですよね。でもなんか今思うとすごくいい経験だなっていうのはあの思ってます。で、右の写真は、あ、右上の写真ですねは、大学の時の授業で国際協力にちょっと面白そうだなと思って興味持ち始めて調整した留学の時の写真ですね。で、当時のハウスメイトがこの左からベルギーの人、イギリスの人、中国、カナダって結構国際色豊かで、本当あの毎日いろいろ助けてもらいました。まあ、僕の英語が全くできない、ほぼ初心者だったんで、毎日その授業の添削とかしてもらいながらいろいろ助けてもらいました。で、左の下の写真は、その留学の後、まあ留学人、大学、あの中国の人とかも結構いて、ただなんか近いようですごく遠い存在の中国っていう僕の中でのイメージがあって、留学した後にどうしても自分の目で見たくて、1ヶ月半ほどちょっとあの点々とそのなんかバックパッカーをしてた時期の時ですね。で写真はその現地で出会って、心よくそのホームステイを招いてくれた家族の人たちと撮りました。はい。でそこ、この時点ぐらいからちょっと国際協力仕事にしたいかなっていうのも思い始めてた時期ですね。で右下の写真がその帰国後ボーダレスハウス、まあ、海外の方と一緒に住みたいなと思ってボーダレスハウス中野一にあの住んでた時の写真ですね。はい。あのちょうど一昨日もあの近況報告みたいな形でオンライン飲み会とかもやってましたね。はい。っていうところが一応学生時代。次のページお願いします。はい。で、まあ、あのボーダレスハウス中野市に住んでた時にあの青山さん、先話された青山さんともあの仲良くさせていただいてて、プロモーションビデオの撮影とかもあのですね、あのちょっと来てみるとかっていうのもいろいろお手伝いとかできて、ボーダレスハウスのこともなんかすごくいいなとも思ってて、で異文化理解に関わる仕事がしたいけどどうしたらいいんだろうっていうもやもやしてる時に、入居者の時にお世話になった青山さんにの紹介でボーダレスハウスに入所したっていう流れですね。で、入社後にはそのもう1年間ハウスマネージャーといって、入居者の人と入居とか退居とか内見とかなんかいろいろ、まあ、修繕とかいろいろそういうのでがむしゃらに1年間東京で働いてたんですけど、青山さんがじゃ あの台湾から日本に帰任するっていうことであの台湾にあの行きました。はい。台湾ではもう今までに経験したことない組織マネジメントとかマーケティングとか全くの初心者なんですけど、まあ、大きな下駄を履かせていただいたというか、なんかそこでやることになりましたということですね。で左上の写真は、まあ、青山さんがすごくいいチームをもう作ってらっしゃってて、でその子もすでに確立したチームにジョインするっていうところで、最初はチームに馴染めるかすごく不安でいっぱいでした。でも心よくやっぱ受け入れてくれたメンバーがいて、でそのメンバーと撮った写真ですね。で
右の写真は、右上の写真はこの入居者さんとスタッフで不定期的に開催してたハイキングの写真なんですけど、まあ、向こうって結構仕事とプライベートの垣根があんまりなくて、こういうイベントとかも結構やってましたね。で今思うとやっぱりそういうなんていうんですか、仕事以外でもメンバーと話したりをしてたので、やっぱチームと組織とかの情勢には良かったのかなとかも今思うと思ってます。はい。で、左下の写真は、ちょボーダレスハウスの、ハウスの中の写真なんですけど、運営している物件の例の写真、まあ、一つの物件ですね。で台湾って、まあ、一戸建てのハウスとかはないので、こういう 4LDK とかのマンションのワンフロアを改装して、ここだと10人ぐらいのハウスにして、入居者さんを、に住んでもらってました。はい。で最後の右下の写真は定期的にやってるボーダレスハウスのイベントです。これは入居者さんが、別のハウスの人と知り合える貴重な機会を届けたいということで、まあ、いろんなハウスから呼んで定期的にイベントをしてました。この時は20ハウスからだいたい70人ぐらいの方が来ていただいて、すごく一つのハウスだけじゃなくていろんなつながりをみんな持っていただいてたので、僕らとしてもすごく嬉しかった、すごく印象に残ってるイベントですね。はい。で、まあ、その後は台湾チームを、まあ、現地メンバーにもう託して、自分は関西の方に、戻ってきたっていう形になります。はい。なのでちょっと他、まあ、何か僕も可能な限り何でも質問に答えるので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いては、韓国の、事業リーダーであるあややさん、お願いします。はい、こんばんは、横田です。私はもともと東京のボーダレスハウスで、働いてたんですが、去年、ちょうど去年の5月に韓国に来て、ちょうど1年が経ちます。写真は学生時代の写真を載せてます。神戸出身で、学生時代はもともとちょっとアフリカに興味があったので、アフリカの言語とか文化とかを勉強していて、で、タンザニアに、在学中にタンザニア行ってインターンしたりとか旅行したりとかっていうようなことをしてました。あと、まあ、大学内でも国際交流サークルに入ってこうイベントやったりとか、留学生のサポートとかっていうようなことをやってました。で、新卒では中古車を売る会社でこうアフリカと関わりたいっていうのが当時あったので、アフリカに車を輸出する仕事をしてました。でなんですが、こう車を売るっていう仕事がどうしてもこう一方的だなっていうのをやっぱり感じるようになって、もっとこう双方向に、一緒にいろんな国と一緒に何かする仕事がしたいと思うようになって転職を決めました。はい。で、まあ、アフリカに行ってた時にその、まあ、全然バックグラウンド環境も違う人たちといろいろな話をして、で全然こうバックグラウンドは違うけど何か分かり合えることがあって、一緒に笑えたりとか、一緒にそのお互いの社会についてなんか語り合えたりとかっていうようなことを経験してしたので、こうそういった機会がもっとこうそのアフリカに行かなくてもそれぞれの国でできればなんかもっと社会って良くなるんじゃないかとかっていうことを考えていたので、ボーダレスハウスのコンセプトに共感して転職を決めました。はい。でそうですね、4年東京で働いて韓国にいたって感じですね。次のスライドお願いします。はい。東京の時はまあこんな感じで、ハウスマネージャーっていうのはもう住んでくださってる入居者さんのサポート業務を2年で、その後は、住む前のお問い合わせとかハウスの提案をしたりとかっていうような業務を2年やって、まあ、チームリーダーとかもやったりいました。でその中で韓国に3ヶ月出張で来る機会がありまして、それが右下の写真なんですけど、まあ、その時に韓国っていう国に初めて触れたんですよね。もともと韓国語やってたとか、韓国が好きだったとか K-POP が好きだとかっていうの全然実はなかったんですけど、韓国にこの時初めて触れて、で
実際ハウスに住みながら仕事をこの時してたので、こう韓国人のハウスメイトとか友人とかっていうのができて、すごい韓国社会のことをその時にちょっと知ることができて、もう韓国の若者ってすごくこう受験戦争だったり就職難だったりとか、いろんなこうプレッシャーがある中、みんなこう困難を抱えながら生きてるんだなっていうのをすごく感じて、でその中でもその韓国の入居さんがうちに住んで、いろんな価値観に触れて自分の道をこう探していくとか見つけていくとかっていうような様子にすごくこう事業としてやりがいを感じて、でまあ、実際でも東京よりもちょっと韓国の授業あんまりうまくいってないっていうのが現実としてあったので、これはちょっとこのままにしとくわけにはいかないっていうのを持って、完全に移籍をしようっていうのを決めました。はい、次のスライドお願いします。はい、これがまあ最近の様子です。いつも入居のご案内するときに一緒に写真を撮るっていうのが韓国チームの文化なので、よく写真を一緒にセルフィー撮ってます。左上の写真は、今も私はハウスに住んでるのでハウスメイトがいるんですけど、昨日の写真でハウスメイトと韓国人のハウスメイトと一緒にトッポギを始めました。あとは、日韓関係結構悪い、ちょうど私がこっちに来てからすごい悪化したっていうのもあって、個人的に個人活動としてフリーハグをやったりとかっていうのもしてたので、ちょっと写真を載せてます。で右下の写真は前住んでたハウスのハウスメイトたちですね。こうもう事業代表でありながら自分も入居者でありながらっていう、こうすごいすごい貴重な立場でやらせてもらってるなっていうふうに思ってます。こうハウスメイトから直接アドバイスをもらえたりとか、もっとこうなったらいいのにとか、こうしたらいいよとかっていうのを、もらいながら授業を作ってるっていうような、入居さんと一緒になんかこう授業を作ってるっていうような感じが今出ます。はい、で韓国来た時は普通に一メンバーとして来たんですけど、今年の4月に、リーダーになりました。で現在社員3名、アルバイト2名で、韓国語は私は、最初できなかったので、仕事は主に英語で、こっちのメンバーはみんな英語喋れるので英語でやってます。で、まあ、1年経つんですけど、まだ韓国語は初級っていう感じですかね。家帰ってハウスメイトと今日何があったとか、そういうような簡単な会話ができるようにはなったんですけど、まあ、まだまだ勉強中です。ちょっと今年は資格を、試験が英検みたいなやつか韓国語もあるんですけど、それをちょっと目指そうかなと思ってます。はい、そんな感じです。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんもが自己紹介してくださったということで、今からトークセッションに入りたいと思うんですけど、待ってくださいね。画面共有あります。ガチってる感じ、ガチガチな感じなんで皆さんちょっとですね。まず最初にですね、そういう人じゃないでしょ君たち。聞きたいんですけど、国際交流とか国際協力にちょっとずつもともと興味があったっていうふうにおっしゃってたんですけど、事前の質問でもいただいたように、大学生時代にどんな活動をしていて、それがどうやって深まっていったからこう国際協力をとか国際交流っていうものを仕事にしようかなっていうふうにこう深く思うようになったのか、ちょっと聞きたいです。いかがですか？どう仕事にしようっていうところまでどうつながったか。そうですね、どんな活動をしてて、で思いがこう強まっていったというか、いやもうこれは一生涯の仕事にしようっていうふうに思ったのは何でですか？あ、じゃあ僕からいいですか？はい、お願いします。あ、そんな最初の方は全く、まあ、さっきお伝えしたんですけど、なんか大きな志があるからやりたいとかっていう思ってた別にわけではないです。ただ単に自分が知らないことを知ってみたいっていう、その好奇心だけでしたね。だから見たこともない、雑誌でしか見たことないものを
自分の目で見ると何かが違うんかなとかっていうので、新しい場所にも行きたいと思いましたし、あとは自分が喋ったことない人が、まあ、その実際に例えば中国の人とかも会ったことあんまり本当ほぼなかったし、中国に住んで中国から出たことない人とも会ってみたかったし、なんかそういうので会って自分って何か変わるんじゃないかなっていうので、いろいろそこの好奇心だけで動いてましたね。だからなんか結果がどうなるかとかあんま考えてなかったです、最初は。ただ単に知りたいだけ。ただそうなっていくうちに、こういうので自分の中で価値観が広がっていく、なんか一歩踏み出せるチャレンジができるっていう、なんかその勇気が湧いてくるとか、なんかそういうのを自分の中で経験できてたので、こういう気持ちも持っていただきたい、新しい価値観と出会っていただきたい、欲しいっていうところで、なんかボーダレスハウスとなんか自然とリンクしていったって感じです。そこで会ったって感じですね。はい、ありがとうございます。どうですか、そんな青山さんは。そんな青山さん、はい、そんな青山さんって高田にいっぱい呼んでもらえて嬉しいです。僕はですね、学生時代は、さっきお話しさせてもらったような、海外実際に訪問して、現地で、起きていることを日本に戻ってきて、こういう問題があるんだとも伝える活動をしてましたと。で、その時にまず、強く心に残ったのは、実際にカンボジアで、内戦の時戦った人に、おじちゃんにインタビューしたんですけど、もう大学生なんですごい純粋で、なんで相手の人殺せたんですか、同じ人間やし、同じカンボジアの人ですよね、国民ですよねみたいな、なんでですかって聞いたら、2つ答え返ってきて、まず1つは食べるのに困ってたから、殺さない、相手を倒さないと自分たちの生活ができなかったっていうのが1つで、もう1つ目がボス上官から相手は悪魔だと言われていたと。で、それを信じていたから引き金引けたかもしれない、引けたんじゃないかと。でも実際よくよく考えてみたら、相手にも自分と同じように子供がいたかもしれないし、なんかそういったことを知れてたら、もしかしたら引き金引けなかったかもみたいな話を聞いて、確かにねと思って、で、だから僕なんかそれが結構すごい印象に残ってる話ですと。でもやっぱり今日多分大学生の方もいらっしゃると思って、就職活動はしてて迷ってました。普通の企業入るか、もしくはなんかこういう国際協力の道に進んでいくのかみたいな、迷ってて、でもなんかその時ふと自分の中に浮かんだイメージがですね、当時カンボジアで泊まってたホテルなんですね。でホテルでなんか僕のなんか当時の本当に社会人って、なんかそういうホテルになんか駐在員みたいな感じでなんかさっそうと入っていくみたいな、そういうイメージ、なんか超なんか単純なイメージなんですけど、そういう自分がいいのかっていう問いが一つで、もう一つがそういう、でもホテルの近くにやっぱ貧しい子供たちとかいるんですけど、そういったやっぱ今厳しい状況に置かれてる人たちのために自分の今後使うのかっていうのをじっと考えて、で後者の方をイメージした時にもう自分の中で鳥肌が立ったというか、実際取り立てたんですけど、じゃあもうこれは自分がやりたいことなんだから、もうこっちの道に進もうって言って、で実際そういうことをやらせてくれるっていうボーダレスジャパンに入ったっていう感じですね。ありがとうございます。あやさんはいかがですか。私は割と何でしょうね、どうですか、ボーダレスに入った、何でしたっけ、どう国際、どう定まっていったかみたいな話です。そうですね。どう最初アフリカだったと思うんですけど、アフリカへの興味が深まっていって、こうアフリカでこう仕事をしようとか、国際交流とか国際協力を仕事にしようって思ったきっかけとか、深まった理由っていうのは、深まった理由は、まず現地に行った経験が一番大きくって、でそこでその自己紹介の時にも言ったんですけど、現地の人といろいろ分かり合えたっていう経験、なんかその時にこうこれだなみたいなのが結構私の中であって、でただその時はそれをどう仕事にできるのかとか、仕事として
できるのかみたいなのは分からなかったので、ただ使ってたスワヒル語を使おうと思って、使える仕事ができたらいいなと思って最初の仕事を選んだんですけど、で、なんか自己紹介のままの話になりそうです。こうでそのまま仕事してたらやっぱり一方向だなっていうのを感じて、でそのタイミングでボーダレスハウスのことを知って、あ、これだってなったっていう感じですね。なのでこうそこからは特に入ってからはあんまりほぼぶれてないかなと思います。そこはありがとうございます。結構青山さんは社会問題っていうところとか国際協力みたいなところの思いが強かったと思うんですけど、そこから結構ボーダレスハウスって問題っていうよりも国際交流とか、結構その問題を直接解決っていうよりは未来を作るというか、その空間を作って交流していくっていうところだと思うんですけど、その問題っていう視点からボーダレスハウスにこう共感して入社した理由って何ですか？さっき話したのの、おじちゃんのインタビューの2つ目、そのお互いちゃんと知ったらっていうところは、いやまさにそうだなと思ったんですよ。で、なんで、あと何かな、これ入社前に聞いたのかな、ちょっと覚えてないんですけど、なんかそのボーダレスハウスで、あ、めっちゃいいなと思ったのは、結構いろんな方って、その何人とか、まあ、分かりやすいからそう言うんですけど、アメリカ人がこうとか、イタリア人がこう、韓国人がこう、まあ、国の名前で考えるじゃないですか。でも、まあ、実際一緒に住んでみたら、そういう国の、名前とか消えてて、もう個人の何々さん、何々君みたいな形で変わっていくと。そういう関係性が、まあ、ボーダレスハウス作ってるんだよっていうのを話聞いて、まあ、でもそれめっちゃ大事だなと。それはさっき冒頭のリーさんの話じゃないですけど、そういう本当に関係性ができてったらマジで戦争の左に止められるかもしれないと思ったんで、ボーダレスハウス入ったっていう形ですね。ありがとうございます。じゃあそのまま質問を続けたいんですけど、入社してその関係性を作りたいっていうところから、海外に行って事業を立ち上げるっていうところに至った理由と、なぜ最初に台湾を選んだのかっていうのをぜひお聞きしたいなと思っています。私、はい、喋りすぎじゃないですか、大丈夫ですか僕あややとか硬いでしょ確かにめっちゃ硬いですね。めっちゃ硬いよ。そうですか。はい、ちょっとその分テンション上げていきます。なんだっけ、質問忘れた。なんで台湾に、はい、あ、そうだ、ですね、これは入社してどれぐらいで台湾に行ったんですか？1年半経った時に台湾に行ったのはそのぐらいなんですけど、実際台湾に、行く行かないの話が出たのはリーさん、いつ頃でしたっけ？1年ちょっと春、まあ、この時期じゃない？6月とかかな。じゃあ、2年目のこの時期とかじゃない？2年目の時期、ありがとうございます。じゃあ、その僕が入って1年経った本当に直後ぐらいに、まあ、台湾行くかみたいな話になってます。で、それは、まあ、一つ、もちろん人との、交流っていうのもあるんですけど、現地知るってめっちゃ大切じゃないですかって話も一方であって、まあ、いろんなニュースとか動画とかで今見れますけど、でも実際空気感とか実際いろんな人に会ってそこで感じるなんか雰囲気文化とかって超大切だなというのがあります。でそうなった時に一つ大きなボーダレスハウスの構想としていろんな国にボーダレスハウス作って、でちょっとビジネスの話になるんですけど、一体今東京で800室ぐらいあるかな。で、そうなると満室って絶対ないんですよ。大体ないんですよ。だから何部屋か空いてるんですよ。で、まあ、韓国さっき言ったら韓国何部屋か空いてる。で、そうなった時に海外から、例えば東京のボーダレスハウスに住みたいみたいな人を受け入れられると。で、まあ、海外に渡航するってなった時に一番かかる費用ってホテル代じゃないですか。でもしなんかお金とかっていう理由で海外に行けない、でも現地見たいっていう人がいたならば、海外にボーダレスハウスを増やしていって、もう絶対的に出る空き部屋を使って、もうボーダレスハウスの入居者ならもう滞在費いらないですと、現地ので、いろんな国を飛び回れるような仕組み作れたら、
本当にいろんな人に会えるし、その人の、価値観、おこがましいですけど広げることができるんじゃないかなと思ったので、海外広げていこうっていうことを考えてました。で、じゃあなぜ台湾にしたかっていうのは、ビジネス的な理由もあります。やっぱりまずは、ビジネス的な理由で言うと、まあ比較的所得水準が近いとか、あとは日本にマネジメント、組織のチームどう作っていくかみたいな話もあるんで、日本にできるだけ近い方がいいよねとか、あとはちょっと似てますけど、近いアジアの国の中で友好関係を作っていく、大きな話ですけどね、友好関係を作っていくって時にいろんな条件を考えて台湾がいいんじゃないかっていうことで考えてました。ありがとうございます。じゃあ逆にリーさんはなんで韓国にボーダレスハウス建てようかなっていうふうに思ったんですか？僕がやりたかったからですね。僕韓国で、なんだろうね、留学もそうですけどね、ビジネスでこう向こうの人たちと関わるってすごく大切かなというところと、現地で関わるのは大事だなと思ったので、僕は韓国に一回住みたいと思ってたので、で変な仕事で、変な仕事なんかないか、前職で韓国支店で働くよりもこうやって人の関わりのある韓国でやるっていうところですね。あとビジネス的なところでいくと、ボーダレスハウスの一番最初に海外拠点が韓国だったんですけど、もうシェアハウスが一般化しているアメリカとかに出してもしゃあないし、で一方日本でうまくいったのであれば、一番感覚が近いかもしれない韓国でうまくいかなければ、これは海外進出なんて無理でしょって話があって、やりたいメンバーとやった方がいいねっていう、その社会的な要素とかビジネス的なものがつながって韓国に来ましたね。ありがとうございます。そんな韓国台湾を引き継いで今海外事業リーダーをしているあややさんはどうして韓国の事業リーダーになろうかなっていうふうに思ったんですか？最初仕事を韓国に移すっていうところだったと思うんですけど、そこからなんでこうリーダーになろうかなとかいうふうに思ったんですか？リーダーにならないと潰れると思ったからです。最初普通のメンバーとして来て、みんなと同じ視点でこうボトムアップというか、みんなのやりたいことを引き出してみんなで事業を良くしていけたらと思ったんですけど、どんどん、その中での私のコミュニケーションとかも多分不足があって、そうこうなんとかやろうとしてるうちにどんどん事業悪くなってしまったので、もうそれでは間に合わないと思って、私が引きようリーダーになろうというふうに思いました。ありがとうございます。高田さんはどうしてリーダーになって、どうして青山さんは帰国されたんですか？どうして青山さん帰国された青山聞いてほしいんですけど、僕が話したら、青山さんが気に帰国しますっていうふうになって、リーさんからじゃあ台湾行くって言われて、あんま考える間もなく行きますって言ったんですけど、あんま正直考えてなかったです。で、リーダーになりたいからじゃあ台湾に行ったかって言われると別にそうでもなくて、もう普通に今まで僕経験したことないことだから、不安もあったけど、なんかこのチャンスを逃したら次はないのかなっていうのもあったので、やってみようっていうところで、海外で仕事をするっていうことを選びましたね。で、もちろん台湾に行ってって言われたら台湾に行くっていう話ではあるんですけど、台湾にもすごく僕は興味があって、で台湾って、近いけど僕行ったことなかったですし、かつそのなんかすごくアイデンティティもやっぱり独特だと僕は思ってるので、やっぱり中国の人とか香港の人とか台湾の人とかってやっぱ違うっていうのもやっぱりいろいろ聞いてたので、なんかそれもすごく現地に行ってみて知りたいなっていうところはありました。はいですね。ありがとうございます。ちなみになぜ立ち上げから高津さんに引き継いで帰国されたんですか、青山さん？ですね、ひどい話なんですよ。ちょっと待ってくださいよ。いや、99% 黒字化したからっていうのがあるんですけど、残りの 1% で、ちょっと嫁がですね、ちょっと台湾との生活きついって先帰っちゃったんですね。でちょっと子供もいたんで、いやちょっと
まあ、2ヶ月ぐらい向こうで一人やってたんですけど、じゃあこれ以上きついなってなって相談させてもらったら、もう本当にボーダレスさんは素晴らしい会社で、じゃあ高戸っていう若者がいるから彼がリーダーやってくれるならいいよって言ってもらって、じゃあよっしゃっつって話して高戸が行きますって言ってくれたんで、はい、もしかしたら事後報告かもしれなかったですよ。多分僕に聞いた、その時点では聞いてなかったかもしれないです。あ、そうだっけ。とんでもないですよ。事後報告よ。俺奥さんが帰ったのも知らなかったもん。帰りますって言われて、そうかっていう。僕が帰りますって言ったんでしたっけ。そうひどい。会社人事なんてないんですよ。すいませんでした、はい、はい、本当に優しくしていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに結構事業面でしんどいことってあると思うんですけど、こう海外に、まあ、青山さんの奥さんもそうなんですけど住んでて、これきついなとか、これは日本の様式の方がいいなって思ったこととかって何かありますか？奥さんは何かきつくて帰られたんですか？あ、嫁ですか？嫁はちょっと、はい、子育て のタイミングが本当にドンピシャで重なっちゃったので、出産から、で出産産んだ病院も2人とも中国語わかんないで、英語も通じなかったとこなんで、もうそれがすごいストレスだったまずと、あとは暑いですよ、うん、で妻ヨーロッパの方出身なんですけど、暑いの嫌いなんですね。なんでもう気候がどうしてもきついみたいになって行っちゃいました。アメさんは生活上全然きつくなかったですか？あ、きつかったです。生活上で言うと四季がないのがきつかった。暑いか寒いかっていうのが僕にとってはすごいきつかったですね。あとは慣れてくれば、本当住みやすいところだったなと思ってます。ご飯美味しいし、後で高戸の方からもあるかもしれないですけど、みんなコミュニケーションすごいストレートで分かりやすいし、でもなんかすごい世話焼いてくれるし、すごいいい国だったな、いいところだったなと思います。僕食はちょっと合わなかったですけどね。そうだっけ。はい、美味しいものは美味しいんですけど、コンビニとかで買うもののクオリティとかはやっぱり全然違いますし、ちょっとなんかご飯食べたいなと思ってもすごい香辛料入ってたりとかしてたので、やっぱり僕ずっと自炊してました。確かにきつかったので。おんちかっこつけちゃったかもしれない、俺も。はい、ちょっと松屋めっちゃ行ってたわ。大戸屋めっちゃ行ってました。はい、めっちゃ行ってた。あるんですけど、でも確かにその気候とかもありましたね。やっぱり暑いくて寒いだけっていう、どっちかっていうとこと、あとやっぱ湿気がすごい多いっていう、それもちょっとなんかツンってきちゃう時もあったので、それはすごく大変でしたね。はい、あやさんどうですか？現在も住んでいらっしゃいますけど、結構生活面でこれはきついなとかっていうのありますか？ないです。でもトイレットペーパーをたまに流せれないとかっていうのが、あ、面白いなと思ったりとか。意外じゃないですか。普通トイレットペーパーって使ったら電気流せるのが普通だと思うんですけど、トイレによっては流せなくて、隣にあるゴミ箱とかにこう行ってやるんですけど、そういうのが全然大丈夫なんですけど、そういう違いがあって面白いなとかっていうのは思います、うん、でも食べ物とか辛いものも大丈夫なんで全然便利です。ありがとうございます。じゃあ結構アジアだったら最初にこう生活し始めても結構馴染みやすいって感じですかね。うん、アフリカと比べたらっていう気が、うん、アフリカと比べたら。ありがとうございます。じゃあ韓国台湾で事業を始められたと思うんですけど、始められた当初からの苦労とかなんか大変だったこと、どうやって黒字化していったのかなっていうのをまず台湾のお二人にお聞きしたいです。韓国も一回は黒字化してると思うので、ぜひ韓国の黒字化までの道のりというか、事業がどういうふうにこう受け入れられてって、シェアハウスってどういうくくりで今現地に受け入れられてて、どういうこうサービスを提供してて、どうやって黒字化したのかってぜひ教えてください。青山さんから。はい、当時の苦労は、
っときつすぎてあんま記憶がないっていうのがちょっと問題なんですけど、ですね、飛んでるんですね。飛んでるんですよ。ただ、コミュニケーションは大変でした。やっぱり最初、日本語ペラペラな、台湾出身の、女性のメンバーと、2人で立ち上げてるっていうのもあるんですけど、ある程度、黒字化はしてないなりに、規模感出てくると、他のメンバーも採用してとかってなってきたときに、やっぱ日本語喋れる、人はそこまで多くないので、やっぱり英語でのコミュニケーションで、当時全然喋れなかったんで、やっぱそこで、誤解とか一体言ってないみたいな話とかで、メンバーがすぐ辞めちゃったりとか、あとはそもそも採用で、僕の方でミスっちゃったりとかっていうのが結局は一番大変だったかなと。っていうのも、ボーダレスハウスの価値自体はもうめちゃくちゃあるから、台湾で絶対うまくいく、みんな住みたいと思うっていうのはあったので、結構マネジメントの方が大変だったかなっていう感じですね。どうやってそこから始めて、何年ぐらいで黒字化したんですか？2年で黒字化して、どうやって乗り越えたかですね。これ言っていいのか分かんないですけど、一つは本当にそういうもんなんだなって思うっていうのは結構あって、ここは結構難しかった、今振り返ると難しかったなと思うんですけど、やっぱり日本から持ってきているビジネスみたいな考えもどっかにあったのか、あとはリーダーだからかみたいな話もやっぱ無意識的にも多分あったと思うんですね。なのでメンバーの話を聞くと言いつつ、やっぱり自分の考えの方が正しいんじゃないかみたいなことがありましたと。例えばなんですけど、就業時間とかですね、日本にいた時はもちろん就業時間、僕は当時は、今は多分違うと思うんですけど、当時は普通に終電みたいな話だったので、そういう、で特に立ち上げられたんだらそういうのやるでしょうみたいな感じで最初行ったら、どん引かれて怒られてメンバーに、でそれでもうあんた信用できないみたいな話になったりもしたんですけど、でも最初はやだ、でもこう働くのが当たり前でしょうみたいなところから、いやでも台湾は一般的に結構就業時間守る会社がやっぱ多いので、あやっぱそういうもんなんだな、じゃあ逆にやっぱそっちに合わせてどううまく進めていくかっていうのを僕が頭ひねって考えなきゃいけないんだなっていう考え方に変わったり、そういうのがやっぱ多かったかなと思います。最初シェアハウスって受け入れられたんですか、台湾でも韓国でも？韓国行きますか？韓国はリーさんどうだったんでしょう最初？なかったんですよね、シェアハウスっていう文化が。で、ちょうど、日本の真似をしようみたいな感じで、ちょうど現地の会社さんも同じようにやり始めようかみたいな時のタイミングで、だから僕らプロパーなんですけど、そうですね、難しいところはやっぱりその文化がないので、ビジネスがないというよりも一緒に暮らすっていうところの文化がなかったので、そこに対して不動産屋さんが貸してくれないとかっていうところは日本よりもはるかにハードルがあったっていうところはあります。一方で韓国も台湾も国の関係はあれでも日本に対する信頼感ってあるんで、要はちゃんとしとるだろうこの人たちっていうのがあるので、不動産ってやっぱり貸した分だけちゃんと家賃払ってくれるのがこの人っていうのが一番のポイントなので、日本の企業ですよっていうところはすごくこの2国に2つの国においては強みになった部分ではあるかなって、俺が一番真面目に答えてるな、はい、ありがとうございます。でも逆にその日本からの企業っていうのがあるから、こう助成金が受けれなかったり受けにくかったりとかっていうのは今ちょっと、そうだから日本っていうのも外資でしょ、日本だから。そうです外資でしょ、外資ね、はい、ありがとうございます。台湾のところで言うと、さっきの青山さんの自己紹介にあった写真があったんですけど、ダーン1っていう台湾1棟目 のオーナーさんもすごくよくしてくれて、で僕もその引き継ぐときに挨拶させていただいたんですけど、もうすごい言い方で、もう頑張ってね、そういうカルチャー作ってってねみたいな
形で、もうすごく今でもあの家を貸していただいてて、そことかもやっぱりすごく温かい方が、まあ、多いなっていうのは僕はあの思いましたね。ありがとうございます。結構青山さんのお話の中で、あの現地のこう人との考え方、特に働くスタッフとの考え方の違いで、ちょっと受け入れられなかった最初があって、だんだん受け入れるようになって、そこもがこう事業にあの生かされていったっていう話だったんですけど、高人さんと綾さんが一緒に働いているメンバーの方々と、こう言語もこう半々の中で、苦労されたこととか、どうやってそれを乗り越えたとか、どうやってコミュニケーションをこう信頼を築くためにしているのか、ぜひお聞きしたいなと思います。あ、わかりました。そうですね、僕の方、まあ、台湾に行った時に、さっき青山さんからも出てた、結構その、きっぱり区切るというか、まあそれこそあの定時で帰る、あの始業時間ちょうどに来るとか、あのそういうところもあったり、いや普通10分前ぐらいに来て準備せえへんとか思ったりするんですけど、まあ始業ちょうどに来たりとか、まあそういうのもあったりとかで、まあ僕が一番ちょっとすごく最初多いって思ったのは、やっぱり細かいことにあまり気にしなさすぎになるなって思って、その物件それは高等じゃないそれ。いやいや、まあ僕もなんですけど、僕以上にあのお前が言うなっていう話になりますけど、でもそれでもやっぱりそのオープンに間に合うこれみたいなっていう時もやっぱりあったりして、その家具の発注とかやっぱり時間を区切ってやらないともう終わらないの でそういう時にやっぱりそこで、いやいやいや、その進め方どうなんっていう風に衝突してしまったりとかはあります。それでも帰ろうとするから、いやちょっと待って、まだ終わってへんやみたいなとかっていうのもあって、いやでも定時なんで帰りますとかっていうところも、もちろん責任感はもちろんないわけではないんですよ。あるんやけど、やっぱりそこがなかなか分かり合えないというか、難しいところはあったんですけど、まあ、ちょうどその衝突してたメンバーとかは、あんまり僕英語は喋れるんですけど、中国は全くできなくて、向こうは中、まあ、台湾の、まあ、現地のメンバーなんで、台湾語はもちろんペラペラ、英語があんまちょっとしかできないみたいなメンバーだったんですね。で、まあ、それでやっぱ衝突しちゃったりとかして、もうこれはね、向こうなんか泣いちゃったりとかもやっぱしたりする時もあって、でもそこで衝突は結構ありましたね。でもチームのメンバーとの中としては、心理的安全性みたいなのはすごく感じてました。それがあったとしてもなんか通じ合えてるなっていうのはどこでもありまして、次の日行けば普通に笑い合えてるとか冗談言い合ってるとかっていうのもあったのかなとは思います。でこれ俺なんでやろうっていう考えて、でも確かに言葉とかで難しい言語をつ同じ言葉を使ってたらなんかすごく具体的に話せるとかもあると思うんですけど、そのメンバーとかやっぱりお互いなんていうの第二言語なんで、あんまり具体的な話もできないんですよね。でも通じ合えるのはなんでやろうってなったら、なんかその日々の声かけであったりとか、なんかちょっとしたリアクションであったりとか、ランチ一緒に食べたりとか、飲み会でもなんかちょっとふざけたりとか、でそれこそさっき写真でお見せしたハイキング行ったりとか、なんかそういう非なんか言語に頼らないというか、非言語のコミュニケーションはとてもとても大事なんだなっていうところはなんか改めてすごく思いましたし、そのメンバーにもなんか最近もまだメッセージもいっぱい来ますし、中国語で来るんで僕はもう頑なに英語で返すんですけどまあでもそういうのとか非言語コミュニケーションはすごい大事なっていうのは思いましたね、やっぱり。あやさんいかがですか。私はですね、なんかこう台湾の場合はこうチームがこうすごいできててっていう状態だったと思うんですけど、韓国は私が来た段階でも結構みんなバラバラで、こうそれぞれなんかこううちに思ってることはあるけど言えないみたいな状態だったんですよね。でそういうのをこう聞き出しつつみんなでより良くしていけたらっていう気持ちだったんですけど、まあでも結局できなくて、結論私が来た時にいたメンバーは5人中4人全員辞めたんですよ。なんで当時いたメンバー1人だけが残ってくれて今一緒にやってるっていう感じなんですけど、
なんでこうそのまあ会話で乗り越えられる部分ももちろんあると思うんですけど、こうやっぱりお互いどういう気持ちで働いてるのか、何のために働いてるのか、この会社でこの仕事を通してどうなりたいのかとかっていうところが、その元々のうちのカルチャーとしっかりフィットしてないと、やっぱり難しいのかなっていうのは私は思いましたね。だからみんなこう、私たちのチームってこう自分たちでどんどん問題も何が問題か考えて、それに対してどうしないといけないかとかっていうのを考えて、誰も指示してくれないのでそれをやっていかないといけないんですけど、そういうのをこう求めてしまうメンバーとかはやっぱり難しかったのかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。結構台湾メンバーも韓国メンバーも、ジョインしてくれた方もいれば、辞めていった方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりこう現地で仕事をするってなったら、現地のパートナーとか現地でこう一緒に働いてくれる人が重要な存在になってくるのかなと思うんですけど、こう全員辞められた後にジョインされた方もいらっしゃるし、そのジョインしてくれたおかげでこう事業が立ち上がった人もいると思うんですけど、こうメンバーを、一緒に働くメンバーを選ぶときに大切にしていることとか、現地の方のこういうところを見て一緒に働こうと思ってるとかっていうのは何か皆さんありますか？特にあややさん、今回こう辞められて、あ、ここがやっぱ重要だったんだなっていうふうに思って、こう優先的に見ていることとかって教えてもらいたいなと思うんですけど。採用するときに、日本でも韓国でも、日本でも私採用はやってたので、その時から変わってはないんですけど、カルチャーフィットとビジョンフィットとスキルフィットっていうのは大事に、そこのマッチを大事にするっていうのは常に考えていて、カルチャーフィットっていうのは、そもそもの私たちの会社がどういう文化でどういう思想を持ってやってるのかっていうところがちゃんとこう同じものを持っているか、それがこう言葉だけじゃなくて経験を持ってして、それをその人自身が何かうちのビジョンと重なるものを持ってるかどうかというところと、スキルに関してはやっぱり国際交流シェアハウスなので、こうネペさんと楽しく話ができるようなオープンマインドな方かどうかとか、あとはそうですね、カルチャーフィットと被るんですけど、そのじゃあ国際交流を通して差別偏見をなくすっていうビジョンを抱えているので、そこにどれぐらいのこう共感とかあるかっていうところはやっぱり大事にしてます、あとは事前にこううちの会社の状況とか働き方とかっていうのをもう全部伝える。それがないと多分後でってこう求めてたものと違ったみたいな風になっちゃうので、っていうのはすごい大事かなと思います。ありがとうございます。どうですか、台湾チームは。そうですね、僕だけが採用してたわけではなくて、結構僕がもう台湾にいる時は、1次面接はハウスのメンバーで、2次面接はその、ですかね、ハウスメンバーをまとめてる現地メンバーで、最終面接は僕とその現地をまとめてるメンバーみたいな形でやってたんですけど、そのさっきあやさんが言ってたものはもちろん大事だとすごく思ってます。そこがやっぱり合わないと方向がずっとずれていくと思うので。もう一つすごく気にしてたのは、そのメンバーとしてはその自己成長とか切磋琢磨っていうのはもちろんめっちゃ大事なんですけど、それと同じぐらい大事なのはやっぱりそのなんていうんですかね、チームがやっぱり家族のように調和できてるかみたいなところはすごく意識してるかなとは思います。本当は友達のように家族のようにやっぱりみんな接してるので、本当にそこは私は仕事だけやりに来たんでみたいな感じではないですし、そういうふうに来てる人たちはなかなか難しいんじゃないかっていうのでお断りしてたこともありましたね。はい、ありがとうございます。結構時間が迫ってるので、ポンポンと質問答えていただけたらと思うんですけど、失礼しました。実際にお二人もう帰ってこられていて、あやさんはまだいらっしゃるんですけど、海外に行ってみて、海外で働いてみて良かったなって逆に感じることっていうのは何かお聞きしたいです。海外に行って良かったこと
まあ、そうですね、僕はもう本当にあの海外、まあ、今までそのなんていうんですかね、台湾に住んで台湾で、住んできた人たちのやっぱ習慣っていうのはあると思うんですよね。でその習慣に入れて、その習慣の中でそこがカルチャーとしてある中で僕がまあなんていうんですかね、外物じゃないですけど外から入ってきこれたっていう経験はすごく僕としてはいい経験だったと思いますし、なかなかできない経験だったので、すごく幅を広げられた経験だったと思います。青山さんいかがですか？はい、あ、どっちだ？青山さん。あ、俺は、はい、はい、はい。一番は、自分の当たり前が、それってなんだろう、常識とか当たり前じゃないってことに気づけたっていうのはやっぱり一番大きいかなと。これはもう仕事とかだけじゃなくて、生活面でもそうなんですけど、でもそれ何が大きいかっていうと、なんか自分が当たり前にしてきた行動とかの意味をちゃんと考えるようになるんですよね。もう残業の話ばっかりでなんか超あれなんですけど、なんででも時間外まで働くんだろうみたいな、なんそれ当たり前なんだろうみたいな話も、いやよく考えたら分かんないし、てかむしろ朝遅れたら怒るのに、就業時間過ぎて、まあ、ある意味遅れたら就業時間遅れないとダメみたいな、 よく分かんないなみたいな話とか、なんかその自分にとって当たり前なことを改めて、見つめ直して、でその上で自分なりの価値観っていうか哲学っていうのが磨かれていったなっていうのは一番大きかったなと思います。ありがとうございます。あややさんいかがですか？違う視点で日本をこう見ることができたというか、俯瞰することができたっていうのが大きいですね。こう韓国に来て私は初めてこうやっぱ日韓関係とかも考えて、でこうなんか博物館とか行くとやっぱり韓国からの目線のこう日本に対する歴史認識とかっていうところが記載されてるので、そういうのを知らずに今までは育ってきちゃったんだなとかっていうのをすごい感じて、それは多分韓国、来なかったら、しかも働いてなかったらこうそこまで深く考えなかったと思うので、そういう点はすごい自分にとって良かったなと思ってます。ありがとうございます。質問でいただいてるんですけど、皆さんの今後の目標とかやりたいこと、これからこうボダレスハウス、あややさんは韓国でやりたいこととか、青山さん、高田さんはこう、自分の今の事業でやりたいことっていうのとか、今後の目標があればぜひ教えていただけたらなということで、みのりさんに、みもりさんから頂戴してるんですけど、いかがですか？はい、じゃあここから、まず今関西の、一応代表やってるので、関西の規模を大きくする、今12棟で、12棟なんですけど150人ぐらいですね、住んでくださってるんですけど、その規模をもっと増やすっていうところと、もう一つはもっとこの18歳以下の、例えば小学生とか中学生とか高校生向けに、そういう国際交流のきっかけ作りみたいな、アクションはしていきたいなとは思ってます。なので今京都とかでも進めていきたいなと思ってるんですけど、そういう出張授業であるとか、一緒にハウスに来てもらって入居者さんと接してもらうとか、そういうきっかけ作りみたいなのはどんどん若い世代に向けて増やしていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、青山さんの今後の目標は？はい、多分ハウスとちょっとずれちゃうかもしれないので手短に、今は、難民申請者っていう、人たちと関わっているので、まずは今のこの日本で、そういった状況にいる人たちが、もっと働けるように、うちの会社の規模が大きくしていくと、一つまあ目標としてうちの会社で100人っていうのを目標に今しています。でその上で、やっぱり結構みんな孤立しがちなので、一緒に働くメンバー以外にも地元の例えばもう
妄想なんですけど、子供たち呼んで、あのパソコンのワークショップやったりとか、パソコンって本当に世界中から部品集めて作ってるものなので、あのじゃあこの部品ってどこの国から来てんだよ、じゃあその国はこういうとこでこういうことが起こってるんだよみたいな、あの発信をしていけたらなっていうのが一つと、あとはあのこのうちの会社自身としてもいろんな国に展開をしていって、あの、まあ、難民申請中っていう、まあ、一旦母国を逃れなきゃいけないっていう人たちに対して生活の選択肢をもっと増やしていきたいなと思っています。ありがとうございます。大村さんから質問いただいてるんですけど、コロナで難しい面もあると思うんですが、これからボーダレスハウスが進出していきたい国はありますかということで、これはリーさんですかね。行きたい国とか進出していく予定の、あややが、ね、答えてくれてるんですけどね、あの中国は本当は行きたかったんですけど、中国はいろんな規制があってですね、当時できなくて、で台湾に行ったっていうのも一つ背景としてはあってですね、まあ、中国とかアジア系行きたいなっていうところと、あの、まあ、この今の話を聞いてもそうなんですけど、結局この現地の人たちとうまくやるとかも含めて、なんかその国にやりたいってやつがいないと基本的に成り立たないですよね、こういうのって。なのでなんか急にインドっていうのはあるかもしれないし、フィリピンってあるかもしれなくて、要は会社としてここ行こうみたいな話というよりも、もうその国でやりたいんだ、なぜならみたいなものを持っている人がいるかどうかっていうところが一番大切なので、ボーダレスハウスとして出たいところはね、あのまんべんなく行きたいんですけど、どこでもいいかなって思ってます。なので全然調査進まないんですけど、なんかそういう人間が入ってきたら一気に進むんじゃないかなって思います。ありがとうございます。李さんはでもあれですよね、北朝鮮に出したいっていう。あ、そうです。僕はもう北朝鮮で、北朝鮮開国したらそこでゲストハウスなりなんなりっていう風にするために、今コミュニティっていうものを学んでいる修行中です。ありがとうございます。高田さんに質問が来てるんですけど、好奇心をアクションに移す勇気を持てるようになったきっかけを教えてほしいということで。あ、わかりました。ちょっと今それ文面で返そうと思ったんですけど、めっちゃすごい、今本当に僕も確かにどうやってねやろってっと、思ってたんですけど、でもワクワクする情報、その好奇心が、あ、面白そうってなったら、その面白そうってなったことをもうちょっと調べると思うんですけど、結構ワクワクする情報しか目に入れないこととかしてますね。あの不安になってちょっと尻込みしそうな要素はあんまり意図的に省いてたりとか、ちょっとこれ知ったらやりたくなさそうやからちょっとやめとこうとか、なんかそういうので情報の取捨選択はしてたりとかもしますかね。だからできるだけアクションに移さないっていう風な、あ、アクションを移さないようなことになる情報、なる情報をできるだけ入れないようにしてます。ありがとうございます。ちょっと時間が迫ってきたので、もし追加で皆さんにご質問をしたいという方は、この後ブレイクアウトセッションで、それぞれに分かれて感想とか質問とか直接聞いていただけたらと思うので、ちょっとこの回は今から皆さんに3人が伝えたいことっていうのをお伝えさせていただいて、クロージングに入ろうかなと思います。はい、ではまず青山さんからぜひ聞いてる皆さんに伝えたいことお願いします。あとでもいいですか？すいません、ちょっと改めました。ちょっと俺じゃあ先に告知的なものを先にやってる間に皆さん考えてもらうって感じしますかね。わかりました、お願いします。じゃあ、画面共有します。あ、画面共有、ゆうや画面共有しまっていい？ちょっと待ってね。っていう感じのボーダレスハウスなんですが、これ続けてきていて、このトークセッションもそれ、それ以外のトークセッションでも、なんか海外の人と関わるっていうのいいよねと思ったりして、ボーダレスハウスに住みたいなっていう声をいただいたりとかしていて、そういう方々向けに、こういう、実際どうなのっていうところの説明会というか、まあ、実際にハウスを見てもらう、オンラインで見てもらったり、ニューキラさんの話を聞いてもらう会みたいなものを、1ヶ月に2回ぐらいやってまして、こういうイベントをやってるので、
ぜひ、公共で興味湧いた人がいたら、参加してくれたらなと思います。はい、次のページ。一応ですね、6月も結構目白押しでして、今後のこの、セッションの話を先に締める前にしておきます。次はですね、飛び立てっていう留学プログラム、皆さん多分ここにいる方結構知ってるんじゃないかと思うんですけど、あのコミュニティすごいんですよね。そこで結構いろいろ活躍してるとか面白い人たちがいっぱいいるので、そういう人たちに来てもらうというので、来週は、飛び立ての方から今海外で実際に事業をやってたり活動をしている面白い人を呼んでます。もう意味不明ですよね。プロのサッカー選手、個人ダンサー、日本茶アンバサダーって、この人たちがエグいんで、でその翌週は今度は逆に企業にバリバリ勤めてる人っていうものをお招きしているので、そういう方々とセッションしていけたらなと思っています。で次のページはないかな、はい。じゃあ、今後はこういう形で引き続き進めていって、7月からはちょっと、やり方を変えるとかなんかしていきたいなと思うんですけど、こういう僕たちのビジョンに沿った上でいろんな人を招いてお話聞いて、みんなインプットしたりとかアウトプットする場っていうのはこれからも作っていきたいなと思ってます。はい、ではお返しします。ありがとうございます。では最後に皆さん、お話ししていただいた皆さんからぜひ一言ずついただけたらと思うんですけど、整った方からお願いします。整った方、最後やばいよこれ、最後やばい。私からじゃあ言います。多分今日参加してくださった方ってこうやっぱ海外での仕事とか生活とかっていうのに興味があって参加してくださってると思うんですけど、こうぜひこうなんでしょう、その思いを常に持ち続けて、なんかこうちょっとずつ何かしらの行動をこう積み重ねていって、でいつかなんかこう一緒にコラボとかこうなんか考えを共有したりとかっていうようなことがここにいる皆さんといつかできたらいいなっていうふうに思ってます。本当だったらこうオフラインで実際顔を見てもっとここのお話伺ったりとか連絡先交換したりとかっていうのができると思うんですけど、ちょっと今日はそれができないので残念なんですけど、でもちょっとそういう気持ちを持って今日は話をしてました。はい、なのでいつかどこかでお会いできたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあいいですか、お願いします。ありがとうございました。そうですね、やっぱそういう海外に働くとか、海外で何かをするってすごく大きなことのかもしれ、なんか大きなことのように見えるかもしれないんですけど、別にそれは最初から揺るぎないなんか意思があってこれやってやるとか、これをやらなきゃダメなんだっていう大きな志があったかっていうと、僕はそういうことでもないのかなっていうのは思ってて、さっきやっぱ好奇心っていうところが僕はテーマ、すごくキーワードだと思うんですけど、ちょっとやっぱなんか少し面白そうだなとか、少しちょっと興味あるなとか、そういうことでもやっぱりいいと思いますし、そういうちょっとした好奇心からそういうどん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 大きくなってって、すごく人生にとってかけがえのないこととかないものとかっていうのがやっぱ生まれていくと思うので、なんか僕もちょっとした好奇心っていうのを絶対これからも持とうと思いますし、なんかそういうのをすごく一緒に大事にしていけたらなっていうのは改めて思いました。はい、はい、以上です。ありがとうございます。では青山さん、最後にお願いします。伝えたいこととしては楽しむっていうことが結構重要かなと思っていますと、少し高田と似てるはいるんですが、海外で働くにしろ、海外に、旅行に行くにしろ、海外に留学に行くにしろ、どんな形にしろ自分が楽しいと思うことを本当にやればいいかなと、もうそれに尽きるかなと思っています。で、そうして自分が楽しいことやってると もちろん自分の気持ちも楽しくなってくるし、でそこで関わる人たちも多分その楽しさ伝播すると思うんですよね。でそうするといい関係ができて、でその楽しい、すごい曖昧なんですけどね、楽しい輪が広がっていくっていうことが、これから、国の関係どうなっていくか分かんないですけど、個人のつながり
ていう上ですごい重要だと思うので、変に頑張る必要はないです。まあ、本当に楽しめばいいと思います。でもその楽しさっていうのが世界のつながりに、重要になってくるかなと思っていますので、自分に正直に楽しんでいきましょうっていうのをお伝えできたらなと思います。ありがとうございました。はい、お三方ありがとうございました。では、パーソナリティをリーさんに返します。あ、そういうことですね。ありがとうございました。はい、身内会でしたが、どうでしたでしょうか。はい、まあでも僕も青ちゃんが最後に言ったみたいに、人生死ぬまで1回ぐらいは長期で海外に行って、海外で働く、あるいは海外に住むっていう経験って財産になるっていうのはあるので、何でも海外ってどうなんっていうところはあると思うんですけど、青ちゃんが言ったみたいに、こうなんか自分の今までの常識を覆す出来事ばっかりなんで、それはお隣韓国、近くの台湾であってもそうなので、まあ、うん、まあ、大阪人が東京に来てもそういう分野あると思うんですけど、なので、異国で働くっていうことについては、すごくワクワクする話があるので、楽しめるんじゃないかなと、本当に思います。はい。で、まあ、こういうボーダレスハウスっていう会社で、これからも、事業を推進していきたいなと思っていますし、このセッションについても、こういう僕たちと同じような熱で、世界を良くしようという、こういう文化理解を進めようといういろんな人たちと一緒に話していきながら、みんなでいいコミュニティを作っていきたいなと思っているので、共感いただけた方とか、また話聞いてみようかなと思う方がいたら、また外部の面白いゲストの方を招いていく予定なので、ぜひ引き続き参加いただけたらなと思います。はい、それでは、まあ、僕の告知はした、ごめん、一応ですね、ピープルポートの青山さんが事業が別なんですけど、ちょっとピープルポートのなんか宣伝をしたいっていう最後にこう厚かましいことを言っているので、あと 2,3 分だけいただいていいですか。すいません、ありがとうございます。本当にすぐ終わります。結構喋らせてもらったので、ぜひピープルポート、打ちますね、ピープル、あ、いや、ウェブサイトを今ズームのチャットに流しますので、ぜひ開いてみてください。パソコンの お引き取り回収と、あと販売をしているんですけど、お引き取りさせてもらったものは基本的にはうちに、働いている、今アフリカ出身、あと一人シリアのメンバーもいるんですけど、彼らが整備をして、またバッチシ使えるようなパソコンに、生まれ変わらせてます。で、大体もう実際お値段も新品買うより半額以下で超安いし、そういったちょっといい背景もある、自分で言うなって感じなんですけど、そういったものを、そういった背景を持ったパソコンなので、ぜひパソコンお買い求めの方はピープルポートにお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、同じビジョンを本当に持ったボーダレスグループの仲間として、ボーダレスグループはみんなピープルポートのパソコン使ってる。で、故障したら、あおちゃんがごめんなさいって言いに来るっていう感じなんですけど、すごくいいサービスを届けているので、皆さんの購買っていうところが社会貢献につながるので、ぜひ、興味あればホームページ見てもらってかなと思います。はい、じゃあ一旦、ここで、このイベント自体は締めさせていただいて、このゲストスピーカーも含めて、感想シェアみたいなものをグループに分かれていきたいなと思うので、まずここまでで、お参加いただきた方はありがとうございました。また、来週もぜひお願いします。はい、で、残られる方々でグループを組んでいきたいなと思います。3つぐらいのグループに分けるので、1人、まあ、1分ぐらい、まあ、今日どうだったっていう素直な話をしてもらえたらいいかなと思います。